茶色い炭水化物。ブラック企業から倍率100倍のホワイト企業に転職を成功させてぬくぬくサラリーマン YouTuber している私サラタメがお送りします。今回は津川雄介先生が書かれた世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事について解説します。本書はタイトルの通り食事に関する本でして、この人生100年時代をすこぶる健康に生きていくためにはどういうものを日頃食べればいいのか、そしてこの日本には食事に関するありえない知識がどれだけ蔓延してるかというような非常に重要な情報をお医者さんであり医療政策学者でもある津川先生が記してくれた了書でございます。それで早速いつもの通り最初に結論だけお伝えしてしまいます。結論はですね、あなたが健康になりたいのであれば食べた方がいいもの、それは魚、野菜と果物、茶色い炭水化物、オリーブオイル、ナッツ類、この5種類ですと。逆にあんまり食べない方がいいよっていうものは赤い肉、白い炭水化物、バターなど飽和脂肪酸の3つ、これが結論です。後ほど詳細お話しますけど、まずはざっくりそんな着地になるということを覚えておいてください。それでですね、なんで私がこちらの本を皆さんにぜひおすすめしたいと思ったのか、まずここをお伝えしたいんですけども、私がおすすめする理由は本書がタイトルの通り非常に科学的と言える内容だったからです。巷には〇〇だけ食べとけばそれで OK みたいななんちゃって健康本が溢れ返ってますけども、本書はそういったなんちゃって本とは一線を画す了書でございます。なんとなくの食材のイメージとか不確かな調査に基づいた仮説の話ではなくて、信頼度の高いエビデンスをもとに語られています。このエビデンスが大事です。ビジネスの世界でもよく聞くと思いますが、エビデンスっていうのは証拠とか根拠っていう意味ですので、まあ例えば何か仕事上で不確かそうなことがあれば、それちゃんとエビデンスあるの?なんて確認があったりして、大丈夫です、これはちゃんとエビデンスがありますってことであれば安心、そんなやり取りを皆さんも日頃よくされてると思います。ただ本書のスタンスはもっと厳しいものです。ただエビデンスがある、研究結果がある、それだけじゃダメだと。エビデンスの中でも信頼に値する強いエビデンスがないとダメなんだというスタンスです。これどういうことかっていうと、ただ調査はしましたよってだけじゃダメで、例えばその研究の調査対象として選んだサンプルとなる人たちの選び方は適切だったかと、仮に2つのグループの健康状態を比較するのに、片方のグループはちゃんと運動する人たち、片方は食っちゃねしてる人たち、そんなグループ分けじゃダメでしょと。さらにそこをクリアして信頼できる調査手法で研究したものであったとしても、一つではなく複数の研究結果がちゃんと出てないとそれは強いエビデンスとは呼べないよ、そういう非常に厳しい姿勢で本書は書かれています。これ逆に言えばですよ、皆さんにもぜひ知っといていただきたいんですけども、エビデンスがあるとか最新の調査結果で明らかになったみたいな言葉ってよく使われますけど、こういう言葉にはかなり気をつけないといけません。エビデンスがある、それってイコール信頼に値する強いエビデンスがあるとは限らなくて、もしかすると偏った調査対象の人をサンプルにしたものだったり、ある特定の地域のある特定の人種の調査だけでたまたま一度だけ出た研究結果をエビデンスがあると表現しているかもしれないんです。そうやって科学的に疑う視点っていうのはそれこそ本書に対しても持つべき視点だと思いますが、本書に書かれている内容はぜひ読んでみてください。エビデンスへのこだわりが非常に強いです。サンプル対象も適切で、しかも複数の研究結果があるというものを重視してますので、さすがに科学の一環として絶対揺るがない真実とまではどうしても言い切れないんですけども、いろいろ時代が移り変わっていったとしても覆る可能性が限りなく低いという、要は知っておけばこの先長く私たちの健康を支えてくれる可能性が高い有益な情報といえますので、ぜひあなたのこれからの健康のためにも今からお伝えする3つのポイントをですね、耳かっぽじってお聞きいただければと思います。では行きましょう。まず1つ目のポイントとして、食べた方がいいものについてお話しします。冒頭にもお伝えしましたが、魚、野菜と果物、茶色い炭水化物、オリーブオイル、ナッツ類、この5種類は積極的に食べた方がいいわけなんですけど、特に今回私がお話したいのは茶色い炭水化物を食べようぜってお話です。ここ非常に勘違いされている方が多いポイントなので、よくですね、炭水化物は体に良くないから太るから炭水化物は一切食べないみたいなことを言ってダイエットしてる人とかいるじゃないですか。こういう人ってめっちゃ大事な視点が抜け落ちてるんです。炭水化物はですね、体に良い炭水化物と悪い炭水化物、この2種類があるんですよ。なので炭水化物であれば全てが悪者だから食べない方がいいっていう考え方は間違ってます。そもそも炭水化物っていうものがどのようにできてるかっていうとですね、体にあまり良くない糖質と体にいい食物繊維、この2つが組み合わさってできてるものです。で、この体にいい方、食物繊維を極限まで少なく減らしたものが砂糖で、逆に食物繊維を多く含んだものが本書でおすすめされている茶色い炭水化物なんです。
その茶色い炭水化物って具体的に何なのかというとですね、玄米とかお蕎麦とか全粒粉で作られたパンなどが挙げられます。逆にあまり食べない方がいい白い炭水化物っていうのは白米とかうどんとかパスタ、あとは小麦粉で作られたような白いパンです。なのでお米で言うと白く精製されちゃった白米じゃなくて茶色い玄米を食べようってことです。確かに精米された白米って食べやすくはなるんですけど、その過程でビタミンとか食物繊維が損なわれてしまうので、主に糖質が残ってしまいます。つまり白米っていうのは本書の言葉を使わせていただくと、ほぼ砂糖を食ってるようなもんなんです。それこそ糖質と大きく関わる病気、糖尿病になるリスクをぐっと引き上げてしまいます。一方で玄米は糖尿病とか動脈硬化に伴う心筋梗塞などの病気を防ぐ効果がありますし、便秘解消、ダイエットにも効果的というエビデンスの強い研究結果が出ています。そうですね、なかなか外食続きだと実現が難しいと思うんですけど、大きな病気にかかりたくない、ダイエットをしたいっていうことであれば、炭水化物を抜くんじゃなくて茶色い炭水化物に置き換えること、これがめっちゃ大事なんです。続いて2つ目のポイントとして、あまり食べない方がいいものについてお話します。冒頭にも言いましたが、赤い肉と加工肉、白い炭水化物、バターなどの飽和脂肪酸、この3つはあまり積極的に食べない方がいいんですけど、私が今回特にお話したいのが、赤い肉って意外に体に悪いし、さらに加工肉はもっと体に悪いんだよって話です。赤い肉っていうのは牛肉とか豚肉のことで、加工肉っていうのはハムとかソーセージのことです。ちなみに俺が食べてるのは牛肉だけど、見た目が白い霜降り肉なんだとかは関係ないです。牛肉、豚肉は全て赤い肉に分類されて、本書曰く健康を害する可能性のある食材です。ただですね、私は個人的に赤い肉大好きですし、そればっか食べてたんで、これはちょっとショックでしたね。というのも私、趣味が筋トレなんで、なるべく筋肉に成長してもらいたいと思って、食事ではタンパク質を多めに、糖質は控えめにと意識してました。ご飯は少なめな代わりに、お肉は食べまくるっていう食事です。それでよくファミレスとかステーキ屋さんに行って、牛肉のステーキを好きなだけ食べて、ご飯は申し訳程度しか食べないような食事をして、ご満悦みたいなことやってましたけど、この私みたいな食事って、確かに筋肉的には悪くない食事なのかもしれないですけど、健康をトータルで見た時にあまりよろしくないんですよ。本書にもはっきり書かれてますが、2015年世界保健機関 WHO のがんを専門で研究するチームが、加工肉には発がん性があると、そして赤い肉にもおそらく発がん性があると発表してるんです。加工肉とか赤い肉は大腸がんのリスクも高めますし、脳卒中、心筋梗塞の原因にもなりかねないということが本書では語られています。赤い肉はタンパク質を多く含んでますけど、他のリスクも合わせ持っちゃってるんです。なので、もう今日から牛肉、豚肉食べるの禁止です。なんてことはさすがにしなくてよくてですね、牛肉、豚肉を完全に断つというより、なるべくまずできる範囲からでいいので頻度を減らしましょうと。その赤い肉の代わりに魚、もしくは本書で白い肉と言われる鶏肉で置き換えるようにすれば、それで OK です。魚と白い肉は赤い肉とは逆に健康に良い影響をもたらすと言われている食材ですし、個人的にタンパク質も多く含まれていて筋肉も大喜びということで、赤い肉の置き換えには最適な食材かと思います。そして最後に3つ目、ちょっと視点が変わりますが、成分信仰の落とし穴というポイントです。食品の成分ばっか信じちゃダメよっていうことです。これもぜひ皆さんにお伝えしたいと思ったとても重要な知識です。まず前提ですが、食べ物について考えるときって2つの切り口があってですね、お肉とか野菜みたいな食品と、リコピンとか糖分みたいな成分、この2つの切り口があるんです。それで以前はこの成分の方が大事だよねってことで、リコピンは体にいいとか、糖分は体に悪いみたいな情報に価値があるとされてたんですけども、実は今となってはそういった成分単体にはあまり意味がないということが分かってきてるんです。成分単体には意味がないとはどういうことか。例えばこの例が面白いと思ったんですが、ベータカロテン、昔はベータカロチンとか呼ばれてましたけど、おそらく皆さんこのベータカロテンっていう成分の名前、一度は耳にしたことがあると思いますし、なんか体に良さそうなやつだよねっていう印象を持たれている方も多いと思います。ただこれは間違いなんです。我々の体にいいのはあくまでベータカロテンが含まれている緑黄色野菜という食品であって、ベータカロテンっていう緑黄色野菜の中に含まれている成分単体が体にいいわけではないんです。なんなら本書にも書かれてますが、ベータカロテン単体をサプリとかで集中的に摂取すると逆に体に悪いと、脳出血とかがんを引き起こすリスクが高まるという研究結果が出ちゃってるんです。他にもそうですね、あのリコピンって成分、名前聞いたことありますよね。このトマトとかに入ってるリコピンっていう成分だって、なんか可愛い名前だし、なんとなく体に良さそうみたいなイメージありますけど、実は健康にいい影響があるっていう確固たる研究結果、エビデンスはないんです。
なんならトマトですら栄養的にはまあまあというか、野菜の中で特に健康にいいっていうエビデンスはないんです。なのに我々は恐ろしいことに、リコピンが豊富に含まれるトマトを毎日食べようなんて言われると、なんだか食べないといけない気がしてきてしまうんです。まあこれはですね、リコピン単体をディスるつもりは別にないんですけど、要は繰り返しになりますが、成分それ自体にこだわることに意味はなくて、トマトとかピーマンとか緑黄色野菜とか、そういう食品単位で考えた方がいい。日本にはびこる成分信仰に惑わされるなということです。はい、ということで今回は津川雄介先生が書かれた世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事について解説しました。まとめると、本書はただエビデンスがあるというレベルではなく、信頼に値する強いエビデンスがあることにまで科学的にこだわった食事に関する本でして、結論としては魚、野菜と果物、茶色い炭水化物、オリーブオイル、ナッツ類、この5種類は積極的に食べた方がいいと。逆にあんま食べない方がいいものは赤い肉、白い炭水化物、バターなどの飽和脂肪酸の3つということでございます。そして今回私が特にお伝えしたいと思ったのが3つ。まず1つ目、茶色い炭水化物を食べようというポイント。白米とかうどんじゃなくて食物繊維が多い玄米とかそばを食べようと。そして2つ目、意外に赤い肉は体に悪かったというポイント。牛肉、豚肉はなるべくできる限りでいいので、魚とか鶏肉に置き換えようと。最後に3つ目、成分信仰に惑わされるなというポイント。ベータカロテンとかそういう成分単体が体にいいんじゃなくて、それを含む緑黄色野菜っていう食品が体にいいのに、なぜかベータカロテン最高ってなっちゃうようなことは往々にしてあるので、なんとか成分何ミリグラム配合みたいな成分信仰に惑わされないようにしましょう。そんなお話をさせていただきました。それで今回のサラタメ的補足ですが、印象操作は OK の世界って話です。というのも、今回の動画を聞いてもらってですね、なんじゃそれと、テレビとか新聞で言われてることと全然違うじゃんとか、巷でよく耳にする情報となんでそんなに違うのみたいな疑問が生まれた方いらっしゃると思います。そうなんです。この世間には口に入れる食事っていうめちゃくちゃ大事な事柄であっても、間違った情報が出回りまくってるんです。その要因として大きいのが、テレビとか新聞っていう伝統的で信頼されるべきメディアであっても弱いエビデンスの情報が流れてしまっていること、これが要因の一つです。テレビのキー局とか伝統のある新聞社って誠実で信頼できるメディアっぽく感じちゃいがちですけど、というかもちろんテレビも新聞というメディア自身もそうあるべきだと意識はしてると思いますけど、とはいうものの、結局は広告を出してくれるような企業とか団体のメンツも立てないといけない立場にもいるわけで、真実をちゃんと伝えたくてもいろんな利害関係の中で揺れ動いてるのもまた事実なんです。それで結果的に完全なる嘘はつかないまでも、我々の印象を操作するようなセールストーク的なことはやらざるを得ないですし、逆に不都合なことは報道しない自由をうまく利用しちゃったりしてるわけです。なので加工肉は発がん性があるっていうことを WHO が2015年に発表したはずなのに、多くの人が知らない、もしくはなんとなくどこかで聞いたことがあるような気もするけど、とりあえず美味しいからベーコン食べちゃおうっていう、そんな私みたいな人が大半という状況になってしまってます。当然ですね、世界も日本も加工肉の市場は巨大で、その関連会社、関連団体は発言力、資本力が大きいわけですから、情報の流れがどうやって歪んでいくのか、なんとなく察しがつくかと思います。なんか嫌な世界ですね、なんて世の中を憂いててもしょうがないので、私が今回最後にお伝えしたいのは、科学的でシンプルな答えを信じましょうということです。なんかそうですね、ごまだけ食べておけば健康とか、朝にバナナ食べとけば絶対痩せるとか、そういう興味だけそそられるような最新の情報というかマーケティングの一環に踊らされるんじゃなくて、まあそれこそ私みたいな一位 YouTuber の意見も疑うべき対象だったりすると思うんですけども、私のようなヘラヘラした YouTuber のことは半信半疑ぐらいでいいので、本書のような強いエビデンスにこだわった情報をもとに行動とかしてみるといいのかなと思ったりしました。今回は以上でございます。もしこの動画がためになったという方はチャンネル登録、いいねボタン、コメントなどいただけたらとても嬉しいです。説明欄に今回ご紹介した本のリンクも貼っておきます。おすすめの本ですので、気になった方はそちらもぜひチェックしてみてください。あとツイッターもやってますので、よければフォローしてみてください。ではまたお会いしましょう。 See you next time.